上田城石公園欅並木遊歩道、上田交通真田防用線跡、真田防用線は、長野県上田市の電鉄上田駅と、真田町の片わらび駅、真田駅を結んでいた、上田交通の鉄道路線。1927年に開通し、1972年に廃止された。新越本線上田駅に近接する電鉄上田駅を起点とし、 市街地を時計回りの方向で進み、市街地の北東部にあった河原流駅から国道144号線に沿う形で元原駅に達し、さらにそこから分岐して、現在の長野県道35号線に沿って蕎麦洋駅までを、さらに国道144号線に沿って、真田駅を結んでいた。真田防洋線は上田温泉電気によって、 同社の北東線として1927年に開業し、1928年に全通した。当初上田温泉電機は、経営難という事情から、上田市から北東の方面に鉄道を建設することに難色を示していたが、上田市と北東五花村が鉄道不設運動を起こし強く働きかけたため、それに押される形で建設を決断した。布設に。 積極的ではなかったサナダ防用線だが、この開通により菅平の観光開発が進み、結果的にその布施は有意義なものであった。サナダ防用線は、菅平高原や群馬県への交通手段として、さらに、上田市と、サナダ町で収穫された、高原野菜、リンゴなどの農産物を輸送するための路線としても、盛んに利用されたが、上田駅から直接、 菅平高原、群馬県へ行くバスが増発されたり、農産物の輸送がトラックに移行したため1960年代後半から赤字路線に転落。1972年2月20日に廃止となった。当初、真田防洋線はそば洋駅から先、地蔵峠を越えて加藤鉄道線の松代駅を結ぶという壮大な。 路線の計画があり、元原蕎麦洋館が本線として予定されていた。しかしトンネル工事が大きな問題になり、計画のみになった。また、真田ダ防陽線の終点真田駅から来た、当時は小さ型群長村の大技であった大日向田地区に路線を延長する工事も計画されていて、こちらは実際に免許も取得したが、 昭和記入教皇の煽りをもろに受け機構に至らず、未公線として終わっている。菅平高原や風沢温泉までの延長計画は、最後まで立てなかった。真田防洋線は、上田駅で、別所線と接続していたものの河川電圧が異なり、またこの両線は、マリコ線と接続していなかったことから、三線相互間の、車両移動は少なかった。 結果として3000とも車両を配置がほぼ固定化された。真田防用線では主に下記の電車が使われていた。その他、貨物列車用に、デロ300系電気機関車が新造されたが、貨物の需要が低いことや、トラブルが相次いだことから、三河鉄道に譲渡され、以後貨物列車は、電車牽引の混合列車となった。真田防用線は、 バスと切っても切り離せない歴史を持つ。前身の上田温泉電気は、真田防衛線が建設される以前から経営が不安定で、電車路線だけでは経営が成り立たないと自覚していた。そのため、建設直前に電車とバスの閉営を決断、鉄道省に閉営を申請し、認可されると、バス路線を充実させていった。真田防衛線の歴史は、 バス路線充実の歴史でもあり、前通時には、稲田駅から直営の菅平ホテル前までの自社路線が設定され、1935年には、昭栄自動車が、稲田渋川間のバスを設定した。一時、戦時中の燃料統制で、バス路線を選挙区自動車に売却して、姿を消すが、1951年に、菅平線を選挙区自動車から返還されると、 バス営業を再開。佐田駅から、菅平高原、峰の原高原域行きの自社バス、長野原駅行きの国鉄バスが発着されるようになり、上田駅からは、菅平高原、峰の原高原域行きの自社直通バスや、草津行きの特急バスも運行されるようになった。また、蕎麦洋駅からは、地蔵峠内の集落松井神殿行きや、大倉行きのバスが発着していた。 真田防洋線の廃止後は、真田駅、行き、菅平高原行き、渋沢温泉行き、蕎麦用入り軽井沢行き、蕎麦用王道、大倉行きのバス路線が残っている。菅平線が売却された当時、上田から青木、室賀行きも運行していたが、こちらは売却されたまま現在の千曲バス、青木線、室賀線となっている。また、上田マリコ電鉄マリコ線が廃止された時、 自社バスのマリコ線が設定されたが、合理化により選挙区バスに売却したため、姿を消している。ただし、上田マリコ電鉄西マリコ線は、末期に、ダイヤの半分を代替するための運行バスとして、スタートしていたため、廃止後も運行され続けている。電鉄上田駅公園前駅北大手駅、上田花園駅北上田駅川原流駅、上品駅と井の沢駅、 伊勢山駅マイナス電城口駅下原下駅、元原駅北本原駅石州駅、長村駅、真田駅、元原駅、横尾駅局尾,尾駅、蕎麦尾駅駅名は廃止時点のもの。改称された駅の開業時の名称は、公園前駅が公開道下駅、都の城口駅が川久保駅。路線名等は廃止時点のもの。廃線後は、 かなりの部分で確認できるが、道路、農道や宅地等に転用されている場所も多い。公園前駅は、旧ホームなどの遺構が保存されているほか、付近の線路時期の後は遊歩道となっている。ト井の沢駅の旧ホームは放置されており残存している。上田市とエプソンアバシスが、2021年11月から2022年1月にかけて、 上田城石公園東側の公園前駅跡で、スマートフォンをかざすと、電車が実際に走っているような動画が見られる、AR の実証実験を実施している。電気事業用欄。第21回昭和5年3月、鉄道免許場カフ、官報1925年4月4日、鉄道免許場カフ、官報1926年11月25日。 鉄道企業廃止許可。官報1935年9月16日。地方鉄道運輸開始。官報1927年11月29日。地方鉄道運輸開始。官報1928年1月16日。地方鉄道運輸開始。官報1928年4月7日。地方鉄道運輸開始。官報1928年,19年5月8日。 鉄道省国時第573号、官報1935年12月9日、エスペラール住吉長島4号区画物件種目、土地地区、上田市住吉最適用途、住宅。上田交通株式会社不動産部。2018年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月8日閲覧。地目が、田、鉄道用地。 現況は、さらちとなっている。川原流域上品駅間の線路時期の跡地。エスペラール住吉宮田全国各販売開始。上田交通株式会社不動産部。2018年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月4日閲覧。上田市道を挟んで、エスペラール住吉長島の西側にある。こちらも地目が、 鉄道用地となっており、一続きの鉄道用地であることがわかる。川原流域上品駅間の線路時期の跡地。上田の真田防用線、AR で、再現目の前走る、電車、50年前に廃止北陸新越観光ナビ、2021年11月12日。ありがとうございます。